アザディスタジアムはイランの首都テヘランにあるスタジアム。イランイスラム共和国放送はアーザディスタジアムと表記している。スタジアム西口公式な収容員人数は78,116人で1974年のアジア競技大会のために建設された。スタジアムはアザディスポーツコンプレックスの一角にあり、センター内にはサッカー練習場、重量を上げ、 水泳施設、バレーボール、フットサル場が隣接する。所在地は、テヘランの中心から西へ、約13キロ、標高1274メートルに位置する。1997年11月21日に、開催された 1998FIFA ワールドカップ、大陸間プレイオフで12万8000人の入場者数を記録している。 さらに完成から40年以上が立ち老朽化が激しくなったことから上部観客席を閉鎖している。スタジアム名のアーザーディはペルシア語で自由を意味する。なお、テヘラン市内には他にもイラン革命を起として名称変更されたアーザーディ広場やアーザーディタワーなど自由の名前を冠した建築物が複数存在する。スタジアムは サッカーイラン代表の国際試合の他に、ペルシアン・アルフ・プロリーグのペルセポリス FC とエステグラル FC が本拠地として使用している。かつてはパフラビー町第二大皇帝のモハンマドレザーパフラビーを記念して、アーリア・メヘル・スタジアムと呼ばれていたが、イラン革命の後に現在の名称へ変更された。バックスタンドには、 イランの初代最高指導者のルホンラー・ホメイニー及び二代目最高指導者のアリー・ハーメネイの写真が掲げられている。宗教上の理由から女性客の入場は認められていないため、試合同期は男性客で溢れ返る異様な雰囲気を醸し出している。例外として2005年3月25日に行われた FIFA フフワールドカップドイツ大会のアジア最終予選における イラン対日本戦においては、頭にスカーフを巻く、頭肌を極力露出させないように付けた上で、日本から来た女性サポーターの入場を特別に許可した。スタジアムの前景。ありがとうございます。